回ご紹介するのはラドーの高品質オーツ時計フローレンス REF129.3742.4 です。イタリアの都市フィレンツェの優美な大聖堂や塔をイメージして誕生した調和的なデザインが定評のクォーツコレクション。本品はブレス仕様のメンズモデルです。文字盤はツヤのあるブラックカラー、多面カットのインデックスと細身のシルバーハンドの組み合わせ、6/12デイト表示、表面加工が外周に施された光沢の美しい洗練された風貌デザインです。SS ケースはポリッシュ仕上げのラウンドフォルム、風防はフラットなサファイアクリスタル、バンドは専用の7連ジュビリーブレスレットを装着しています。高級感のある上質なデザイン、周りから一目置かれる気品と風格が漂う一品です。ダイヤル、文字盤、特に目につく大きなダメージはありません。文字のかすれ消えもありません。針、インデックスにサビなど出ていません。ケース、裏蓋、すれ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風防、特に目につく傷やスクラッチなどはありません。装着しての日常視認性も十分に確保されています。バックルにメーカーロゴが確認できます。すぐに装着可能です。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがルーズです。ルーズを1段引いて回すとデイトがチェンジ、2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。付属品、ボックス、ギャランティカード無記入、コマ4つです。日差はクォーツで問題ありません。ケース径は約 32.5mm、 ルーズ含まず、縦ラグからラグまで約 42mm、 厚さ風防含む約 6.5mm、腕回り現状 17.5cm 前後です。時計の外観コンディションや精度など詳細は
説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。